改札機に設置されたキーとかリーダーキーとかは、北海道旅客鉄道が2008年10月25日に導入した IC カード乗車券である。改札機での利用方法簡易改札機 JR、北海道は2009年始めをめどに IC カードの導入を目指して準備を進めていた。当初は JR 北海道が JR 東日本のスイカを導入する方向で、 調整という報道がなされたが、これは、スイカシステムと同様の IC カードシステムを導入するという意味であり、実際には、JR 北海道の IC カードに由来する、キーとかと名付けられた、サイバネ企画に準拠する IC カードが採用された。システムなどの使用検討が順調に進んだことから、2007年6月13日に、予定を前倒して2008年秋に導入すると、 発表された。2008年9月10日には、サービス開始日を同年10月25日と正式に発表した。2008年7月には、北海道内の主要駅構内並びに、列車内に、はじめまして、来たかです。というキーとかの告知ポスターが掲示されたほか、札幌駅には、サービス開始を告知する電光掲示板も設置された。各種機器の動作検証のため、 同年8月中旬から社員モニター試験、10月1日から一般公募によるモニター試験が実施された。一般公募のモニターには募集人数500名に対して5219名の応募があった。導入後1ヶ月でキーとか定期券は約33000万 3, 枚、記名、無記名キーとかは約45000万 5, 枚と発行枚数を順調に伸ばしたが、これは 想定を上回るペースだったため、カードの在庫が追いつかない事態となり、2008年11月27日より2009年1月20日まで、無記名、キーとかと記名キーとかの発売が中止されていた。2012年1月末日現在の発行枚数は、約36万2000枚。電子マネー機能は2009年3月14日から、サービスを開始した、カードの裏面の右下に、 記載の番号は JH で始まる15桁の英数字であるが、この JH は JR 北海道の英語表記、JR 北海道から取ったものである。2006年11月24日から JR 北海道の登録商標となっている。証拠には北家の他に北家も登録されている。キャラクターはエゾモモンガで札幌市在住のイラストレーター。 絵本作家空によりデザインされた。キオスクなどではキャラクターをあしらったキーとか関連グッズが販売されている。キーとかは無記名キーとか記名キーとかキーとか定期券の3種類を発行する。キーとか利用可能エリア内の駅、緑の窓口で発行する。カード発行時にデポジット500円が必要となる。これはカード不要時に返却される。 ストアードフェアの上限額は2万円、また手数料220円で払い戻しが可能である。残額が220円以下の場合は払い戻し額はデポジットのみ。なお、発行時と追加入金については、当初は緑の窓口でクレジットカードでの支払いが可能だったが、換金目的などの乗車以外での利用が目立ったため、2008年12月25日より現金のみとなり、 キーとか定期券の購入以外にクレジットカードは使用できなくなった。また、キーとかのモバイル対応については当初は検討課題とされていたが、導入費用が大きいために見送られることとなった。ただし、モバイルスイカのキーとかエリアにおける利用は可能。無記名キーとか記名キーとかキーとか定期券、クレジットカード一体型キーとか以下の札幌券54名機で使用可能。原則として、 有人駅では自動改札機、無人駅では簡易キーとか改札機で利用できる。利用時の注意総合利用関係詳細は、交通系 IC カード全国総合利用サービスを参照2009年3月14日にサービス開始。以下の施設のほかに、スイカ電子マネー加盟店でも利用可能、キーとかコインロッカー上機外での利用については、決定次第発表される。 ありがとうございます。